毎週水曜のこの時間は、ショーンテイ・ショーノさんによります TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます。今日もどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみに。おはようございます。風水師のショーンテイ・ショーノでございます。私、マルカイ本店横並び、アーテイジアスクエアは、照り焼きラスカルズの後ろ側で、ドラゴンゴッドという開運屋を営んでおりまして、今日は、 パワーストーンのお話をさせていただきたいと思いますが、皆さん、最近、パワーストーンの広告をよく見かけると思うんですが、本物のパワーストーンって一体何なんでしょうパワーストーン。直訳すれば、力士、ジョーおジョー、おっちゃん、かけうどん2杯大至急、サンド応 い,いよと明日の情になってしまいままいいすやパワーーストーンははそうではありません本当の風水におけるパワーストーンというのは上質の天然クリスタル水晶上質のジェムストーン宝石を日本でいう宮大工さんや神社のお札を書かれるような方伝統的な修行を経た風水職人によって研磨加工されたもの。 それを言うんですね。こういった本物のパワーストーンは本当に数が少ないんです。大量生産品では単ななるアクセサリーにしかなりません文化大革命の後はそういった風水職人の職業そのものが亡きものとされてしまいましたので今の世の中ではそれができる職人さんが本当に数少ないんですね。香港ではどんなセレブの方でも本物のパワーストーンを順番待ちしています。 そういいっった事情を分かっていますし実際ののラック本物の運気が欲しいからなんですね弊社では銀座店浅草店お台場店東京駅大丸店とともにそういった商品を仕入れることができるよう長年努力を続けてまいりました。と同時に現在では弊社の工場にも伝統的な風水の職人さんが最後の仕事として勤めてくれるようになりました。 えー、皆さんにはぜひそういう貴重な石をお持ちになりまして本当の本気で運気を上げていっていただきたいと思います私ションテイショーノが皆さんの生年月日から皆さんに必要な石をお選びいたしますお問い合わせはアーテイジアスクエアのドラゴンゴッドまで電話番号310-787-1891サイレンナッパナ一泊までお願いいたします 来週は、パワーストーンの王様・ジェイドのお話です。では、では、いよいよ待ってました。リキーシー。ショーン・テ・イショーノさんでした。ドラゴン・ゴッド。お問い合わせは、三一零七八七一八九一まで。